どうも、トランキーロサブローです。すいません、ちょっとね、このホークス3連戦、ちょっと本業の芸人としてのライブがあったりとか、もろもろありまして、なかなか振り返りが上げられませんでしたので、ちょっと3連戦を、総括して、振り返っていきたいと思います。結果は、2敗、1分けということで、まさかの借金2というわけですけれども、もうでもね、もうマイナスな点は別に素人の僕が言ってもしょうがないので、もう、まあ、僕はね、日本一マリーンズに甘いファンとしてやっておりますので、まあ、3連勝したようなテンションで振り返っていきたいと思います。はい、まずはですね、第1戦。オギが12年連続2桁通りということで、いやーね、でもあそこまであんなに、いや僕ね、今度オギの高志の別動画、ちょっと検証動画を今度撮る予定なんですけど、あそこまで怪我に泣かされた男がルーキーイヤーから12年連続で2桁盗塁してるってなかなかすごくないですか？いや、これね、まあ、ね、それこそルーキーイヤーなんて46試合の出場で25盗塁という意味不明な数字を叩き出した男なので、まあ、確かに言われてみれば、簡単に2桁走っちゃうんですよ。で、今回の3連戦もね、結局、甲斐キャノンから3試合連続盗塁してますし、今年36歳ですよ。僕の参考へ。それなりの、まあもうおっさん世代ですよ。もうアラフォーですから、36っていうのは。なのに、あの甲斐キャノン、だから本当タイガースの糸井選手みたいな感じですよね、もう。もう衰え知らず。で、逆に、怪我をして、こう、ね、なかなかフルで働けなかった分、また体自体は元気なんでしょうね、きっとね。うん。まあ、今シーズンもね、まあ、今日もヒット1本、今日もヒット打って3割キープしてますし、まあね、かなり控えめですけど、盗塁の数は今シーズンは。それでも、ね、まあ、盗塁王とは言わないでも、まあ、3割、20盗塁はまあ、硬いでしょうということで、まあね、いつか、投打のバランスが噛み合えば、ね、荻野の盗塁を、どんどん増やしていき、いずれは A クラス優勝を狙えるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。まあね、あとはちょっとその、レイですか？小戦の。いや、やっぱね、マリーンズはね、初物打てないっていうイメージは、どうしてもレイって、マイナーで、2019年マイナーで14勝してるらしいんですよ。やっぱね、そういうスターターとしての素質がやっぱある。ですよね、きっとこのピッチャーっていうのは。まあ見た感じ、やっぱりこう、それこそね、ホークスのサファテみたいな、こう、力のあるというよりも、まあこう、まとめる、癖のある球を投げてまとめるっていうようなイメージがあったんで、まあやっぱりね、そのあたりを、こう、のらりくらりじゃないですけど、打ち崩せなかったところが、まあ敗因かなと、うん。田村とハーマンが、無事復帰してきまして、ね、昨日と今日は、田村ね、スタメンでキャッチャーで出てましたし、まあね、里崎チャンネルでもサトさん言ってましたけど、やっぱりマリーンズ先発陣がこう、まとまらないというところがあって、なかなか苦しんでるんですけど、やっぱりこう田村がね、先発に戻ってきてくれて、やっぱり先発の失点率、防御率っていうのはやはり、さすが。鈴木翔太も6回1失点。佐々木朗希、朗希が、まぁ、ちょっとね、6回は打たれてしまいましたけど、まぁ、6回途中3失点。で、2回から5回まではノーヒットピッチングということで、まぁ、うまくね、やっぱ田村のおかげで先発陣が、まとまってきたのかなという感はありますので、ね、やはり、あとは、まぁ、バッティングの方もね、本調子戻ってきて、やっぱ田村、ここにありと、いうところ、男田村ね、マリーンズの浮上のきっかけになればなと
というふうに思います。で、ハーマンもね、昨日、三者連続、意地の三者連続三振ということで、やっぱね、こう、主力メンバーが帰ってきてこそ、ね、浮上のきっかけになると思いますし、やっぱ、あとは、千早がね、今日のピッチングで、防御率1点台切りましたからね、0.96。いや、このね、ハーマンと、まあ、小野も今日良かったし、まあ、東もね、いい感じで投げてるし、まあ、唐川がいない分ね、ちょっと今日、横山が打たれちゃったんですけど、まあ、フローレスもいい具合で投げてましたし、まあ、そのあたりでこう、セットアッパー陣、なんとかマッシュにつなげるところで、ハーマンを中心にね、千早とハーマン、そしてね、国吉も調整して上がってくると思うので、そのあたりを、先発陣だから、まあ、本当はね、よく言えば先発7回まで投げてほしいですけど、まあ、6回、ギリギリ6回まで踏ん張ってくれれば、あとはね、セットアッパー陣、なんとかこう、ローテーションして回していって、マスターにつなげて、接戦をものにするというマリンズの野球ができるかなというふうに思います。はい。あとはね、ジョニーが、久しぶりにマリンのマウンドに帰ってきたりとか、まあまあまあ、まあ、ローキもね、今日は、まあ、打たれた回は、ちょっとしょうがなかったですけど、まあ、マリンでね、しっかりいいピッチングできましたし、ちょっとマリンの初勝利はまだお預けでしたけど、まあ、次回以降に期待ということで、はい。というわけで、まあでも、ね、負けはしましたが、てか、そのね、何が悔しいって、ホークスも別にまあ、なんていうか、絶対的な王者じゃないんですよ。まあそもそも今1位じゃないし。ホークス、まあキューバ勢がいないとか、怪我人がいるとかって、ほんとフルメンバーじゃないんですけど、ほんとギータ一人にやられた感じですね、今回は。なんか、僕は、ホークスは、強くあってほしいんです、もっと。それこそ2005年のホークスみたいに、もう、なんつうの、あのホークス見ちゃったら、もう、今のホークスなんてホークスじゃないんですよ、僕の中では。なのに、このホークスに2敗1分けという結果が非常に悔しいですけど、まあね、マリンズもあの2005年の時ほどのね、戦力というわけではないので、なんとか踏ん張って、行ってほしいなというふうには思いますけどね。まあ明るい材料は、田村の復帰、ハーマンの復帰、そして小木がしっかりとルーキーイヤーから12年連続2桁通り、そしてローキがまあまあまあ9大点のピッチング、あと高部がね、まあそこそこ打ってますということで、まあそのあたりでちょっと振り返って、まあできれば2勝1敗ぐらいでいきたかったですけど、まあしょうがないです。まあそんな感じでとりあえずはね、なんとか明日移動日なんでしっかり休養して、ちょっとマーティンが元気ないのが本当に心配ですけど、まあなんとかね、レアードの方で踏ん張っていってもらってっていうところですかね。はい。というわけでちょっとまあ3連戦の振り返りということで、ちょっと今後またね振り返りやっていきたいんですけど、なかなか僕もちょっと全部見てるんですけどね、なかなかこう動画上げられなくてどうしようかなっていうところなんですけど、今度ね、近々、マリンに、現地観戦行く予定ですので、その時の動画もまたぜひ作成してあげますので、ぜひぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、そしてコメント、よろしくお願いします。以上、トランキーロ、サボロでした。ありがとうございました。